大分の高っち親方です。連日ですね、行われております熱戦。2022年の、ま、全国高等学校野球選手権大分大会、えー、9日目を迎えました。引き続き2回戦3試合が行われました。もう今日はいずれもですね、接戦。まあ面白い戦いですね、えー。延長戦も2試合あるなど、これはもう本当最後までわからない。 もうまさにですね、こう最後の夏、意地と意地がですね、こうぶつかった。ね、ほんと正直前評判とかもそういうのも全然関係なしに、お互い本気を出し合った面白い試合が3試合行われました。えー、本日はその2回戦3試合の結果、そして明日からはですね、えー、2回戦7試合といよいよ3回戦進出ということで、その予定されている試合も簡単にご紹介いたします。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。 9日目2回戦勝利いたしましたのは、津久み、大分透明、そして国先の3校です。いずれも3回戦進出です。第1試合、柳川浦対津久みは4対3。津久みが勝利。延長10回の戦いです。えー、ですね、注目の一戦、第1、第2シードの柳川浦ですね。そして、昨年の第1シードのつくみ、 まあ、いずれもこう、優勝候補の、まあ、一角に上がるぐらい、え、投打にね、こう、充実したチームなんですけれども、これが面白い展開となりまして、え、ですね、3対3でですね、え、9回終わって、最後、延長ですね、10回表、え、まあ、つくみがですね、この試合、全体を通して、こう、バントを生かした、 機動力野球を展,、ね、展開されます。まあ、藤丸監督、ね、私もよく知っている監督で、まあ、毎回こうね、守り勝つ野球、そしてこう、小刻みにですね、点を重ねていく野球をされておりまして、もう今回はそのね、とにかく、まあ、全部は試合見てないんですけれども、ね、ネット見る限りは、バントに相当かなりこだわっていたようです。まあ、そういう機動力とか、あとこうね、延長に入ってこうね、確かキャッチ、 キャプテンじゃなかった、えー、キャッチャー変えたりとかですね、主力選手を変えても総動員で攻めました。まあ、そういう機動力や積極性が今生きてかですね、えー、延長10回ですね、確か、えー、ランナー2、3塁ぐらいで、えー、相手ピッチャーがですね、まあ パスボールというか冒頭してしまって、その一点がまあ決勝点となったということで、このつくみね、元気の良さ、ムードの良さ、そして機動力でこうね、相手にプレッシャーをね、与えつつ、自分たちで小刻みにチャンスを生かす、そんな印象をね、いただきました。で、柳川浦ですね、えー、私も結構ね、強いチーム、例年こう、投手力がある。 チーム。で、この間の春の、えー、確か九州大会予選でしたかね。決勝、名宝との試合、現地で私、柳川浦、見させていただきました。投手陣がですね、揃っていまして、ですね、結構丁寧なコースついて、ね、あの、球須にもいいな、ピッチャーがい、ね、いらっしゃって。今回はエースの後藤くんがね、投げたんですけれども、 ね、最後はちょっとまあ残念ながらちょっとプレッシャーもあったんでしょうけどもね、ちょっと残念な結果とはなりましたけどもね、毎年その屋根瓦ーピッチャーね揃えてますし、ほんと粘りのあるチームですからね、これからにまた巻き返しを期待をしております。えー、津久つくみ高校がシード校を倒しました。で、3回戦つくみはですね、この後勝利しました、大分東明と7月17日の日曜日、第2試合で対戦いたします。 えー、第2試合、大分上野が丘対大分透明は6対3。延長13回タイブレイクまでもつれる展開は大分透明が勝利いたしました。いやー、2試合連続ですね、延長戦となりました。えー、ですね、大分透明、勝った大分透明なんですが、エース森本君ですね、180球投げたそうですね。 ええー、まあ、私一回戦、あの、情報科学戦もね、見させていただきましたが、体格が良くて、コース、ね、速い球行きます。まぁ、あ、130キロ、ちょっとぐらいでしたかね、その日は、情報科学戦見たんですけれども、よく粘ってですね、なんとかこう、粘る、ね、置いた上野が丘、振り切りました。で、上野が丘はですね、この前半、実は先生パンチは上野で、前半までね、こう3対0ぐらいですかね、3対1か、えー、ぐらいでこう、リードしてたんですけれども、 で、あの、まあ、後半ですね、ちょっと抑えられて、えー、残念ながらタイブレイクではちょっと及ばずというところでした。えー、なお、この大分の,の夏の大会でタイブレイクが行われたのは、今回が2回目だそうです。前回が2019年の、名総合対大分南以来だということで、その時多分大分南勝ったんですかね。 ちょっと覚えてないんですが、確か私は見えない地元三重総合でして、大分南もね、近いんです。どちらもね、馴染みのあるチームだったんですけれども、えー、それ以来ということで、まあね、こう、まあ暑さもありますし、ね、タイブレイクについては様々な意見もございましょうが、まあ一つこれでですね、これがまあ今の野球のルール、こういうね、展開というのもまあ事実ですし、ね、まあそれでもね、みんな、 本当、最後の最後まで、両チームね、暑い中、本当、延長13回、本当、お疲れ様でした、ということです。えー、勝ちました、大分東明は、えー、先ほどご案内の通り、つくみと、17日の日曜日、第2試合で対戦いたします。えー、第3試合、国崎対別府鶴見川川、3対2、国崎が勝利いたしました。こちらもね、本当と、 天を荒らすねああわよくばもう延長にまた行くんじゃないかっていうぐらい、えー、お互いね、いい持ち味を出して、1点差の引き締まったゲームとなりました。えー、国崎シード校ですけれども、プロ注目の白石投手ですね、左ピッチャー。まあ、上背は170センチぐらいで、そんな高くはないんですが、まあ、球、えー、球速は確か130キロ、まあ、前半ぐらいのストレートと、スライダーが武器ということで、プロ注目に挙げられております。 えー、まあ、初回にですね、ちょっと私見てないんですが、えー、別府鶴見川岡が2点先制。まあ、ちょっと国先としてはアンラッキーな展開だったという話ですけれども、それ以降は、2回以降は別府鶴見川岡を無失点に抑えてます。えー、粘るですね、鶴見川岡ですね、しっかり抑えて、まあ、初戦をですね、まあ、国先にとっては初戦を突破といたりました。 で、ベップツリミガーカも先制して、終盤もこうランナー貯めてですね、確か2、3塁ぐらいまで行ったんですかね。ただ、あと1本が出ずというところ、ファーストゴロかなんかに抑えられたと思うんですが、で、一歩を言わず、まあ、プロ注目の白石投手、えー、攻略できなかったというところではございます。えー、この勝ちました国崎ですが、七、えー、7月の17日、日曜日の第3試合、十、えー、10日目明日行われる予定の、 薄木と肘総合の勝者と戦います。えー、ということでい、いよいよ3回戦出場するチームも続々と決まっております。それでは10日目の予定です。えー、3試合を行われます。第1試合までが2回戦。これでようやく全44校が登場いたします。そして2回戦、えー、失礼しました。第2試合以降は3回戦に入ります。 1> 第1試合、薄木対肘総合ですけれども、薄木ね、バッティングが非常にまた今年良いチームということで、加えて3枚看板ですね、投手も揃っています。対する肘総合、守備が持ち味ということで、守備からリズムを作って、この夏に臨みます。そして3回戦入ります。第2試合、大分枚数対、日本分離大不足、 えー、大分舞鶴、今年の春選抜出ました。恩師、川村監督はもう私の恩師と何回もね、ご紹介しましたが、えー、ピッチャーね、奥本くんね、そして野上くんもね、控えてますけれども、えー、投手力充実して、ですね、この、今度ベスト8の壁にね、挑みます。 対する日本分離大付属もいいチームなんですよ。えー、初回ね、初、一回戦、二回戦と、こう延長にももつれながら、こう、後半逆転して、粘りの野球、ね、佐野監督結構ね、機動力、バーンと投ね、盗塁もね、この IT プレッシャーとかどんどんチャンスを作っていきますので、まあ明日はそのマイズルの投手力と、この分離大付属の粘りと機動力、結構面白い対決になると読んでおります。 第3試合、桐員対キ付きですね。シード校桐蔭。えー、もうなんといっても前回ですね、あのー、松石くんね、2年生の最速154キロ出るんですね。この間の試合では147キロ、ズバッと確か別府調整でしたかね、試合、最後決めましたけどもね、まあ、コントロール課題があると言いつつも、あの速さ、やっぱりね、なかなか大分県内で打てるね、チームは少ないんではないでしょうか。 え、またですね、それに対するは、きつきですね、えー、所詮、ゆふ高校戦でじ、じね、あの、12得点かなんかしてて、バッティングがまあ、ね、もともといいチーム、きつきも元気もありますし、あの、甲子園をきつき高校を率いた、安倍監督戻ってきて、こう、さらにバッティングに磨きをかけているということで、えー、ね、党員の投手勢、 このキ,ツキのバッティング、チームバッティング、ここが見どころだと予想しております。えー、ということで、いよいよ、ようやく、えー、全出場校が、ね、猫登場いたします。そして3回戦、ね、ベスト16揃いました。こっから、いよいよベスト8とですね、大会も中盤に差し掛かってきます。もうここまで来るとですね、まあ、一つは、こう、勢いというのもそうですし、あと、体力とか、 ピッチャーのね、こう、方とかもね、気になるところです。ここら辺が本当夏の難しさでもあり、面白さでもありますね。どういう選手起用で来るのか、ね、先日はどうやって来るのか、一、二回戦と形を変えてね、このどんどんこう、レベルが高いチームで対戦しますから、そこのこうね、チームの動きとか、ね、選手の頑張りというのに、一つ注目をし,、ね、していただきたいですし、そして、ぜひ皆様の後押し、 ね、お願いしますと、勝手に私、外野からね、私はもう一ファンですから、勝手にね、申し上げてますけれども、本当にね、こういろいろコロナの関係とかね、熱中症の関係もね、ありますけれどもね、なんとか、本当毎日伝えてますが、万全な状態で、この夏、ね、各球児が挑めることを願っています。そして、皆さんで暖かく応援してまいりましょう、えー。今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。 よろしければ、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。あの、左下、画面、ごめんなさい、右ですね、えー、に、下に、こう、登録ボタンもございます。 あのですね、高校野球連日大分大会、そして8月は甲子園も開催されるは連日、えー、このような記録と意味でもですね、えー、ご紹介をさせていただきますので、引き続きこの暑い夏、一緒に熱い高校野球応援してまいりましょう。それではまたゲームセット